令和2年2月、ある運送会社さんで自動車事故が起きました。1500万円の被害額があったんですが、なんと運送会社さんが自動車保険に入っていなく、その1500万円は従業員のドライバー個人が支払うことになりました。そして従業員はこの1500万円を会社に請求したんですが、会社はそれを認めずに裁判まで行き、なんと最高裁まで行った事例になります。この事故の非常にポイントのところが、世の中の一般的な運送会社さんっていうのは実は自動車保険に入っていないんです。日本の運送会社さんは自動車保険に入らず、自家保険政策というのをやっていて、自己資金で事故を解決するという運送会社さんがほとんどです。なので今回の事故に関しても運送会社さんが自動車保険に入っておらず、大変に揉めたケースになります。で、結果に関しては概要欄に書いておりますので、そちらをぜひ見てください。